これこれこれ狙いじゃねえ違う。まあプリブスはね、うん、スバルあたりがないと作れねえ。あそうなん、うん、あ気にねえこの形。いやいやこれは俺が最初に作ろうと思ったらそれから。あそうなん気にねえことねえよ。俺はプリムスプリマス作りたかったという。自分はプリムスとか一生懸命言ってたじゃん、うん、本当はそれ作りてえよ。あそうなん。いや気になかったら俺自分の机の上飾っておこうかな。いやいや俺のとこに今度プリマスや。プリマスや泣いちゃう。かわいそう。かわいそう。かわいそう。素人がこんな持ってたってそうそう何の役にも立たない。何の役にも立たない。あそうそうか。俺この形はさいいなと思ってさ見てた。とあ一発だと思って。これはね、うん、もう1930年代だから。そう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 原点だよ。そう1939年とか、うん、これなんだっけクライスラーの。そうそう。うん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 。クライスラー。うん。なるほど。ああいいなと思ってさ。実物はどんなんかなと思って。蹴飛ばして歩くようなちっちゃいかなと思ってさ。いやいやそういう風なの方が。スケールがちっちゃければちっちゃいほど作りが荒くないんですよ。いいよ切った。そうかね。板金は叩いたら伸びるべ。うん。ケミカルは間違ったら切って貼って つなげられる。そうかね。ケミカルはだって正体不明だよ。そこがいいよ。そうかね。ケミカル屋さん言ってたよ。泣かされたって結構年食ったおじいちゃんおじさんがベテランが。ケミカルは泣かされて泣かされてって俺の前で言ってたよ。わかります社長俺も泣かされてますって。いや半分出かかりそうになったよ。私も社長私も泣かされてますって、ね、言いそうだったよ。ケミカル屋は使用方法を守るのはなんてことない。そんなことはないよ。ケミカル屋は羽生さん動くんだとか言って。あ動くんですか動くんですか収縮するんですか動くんだってそれはポリエステルの話やろ。いやいやボキシアだって同じだよあんな大はありあれ小はあれ言ってたよ。でお化粧みてえな白塗りみてえになっててクラウン乗ってる社長がサンケミカルがね動くんだとか。あそうですか。ほら社長に前言ったあの手の指紋がなくなるまであのペーパーかけてペーパーかけたバスタブ磨き込んで最初の頃の社長が言ってたくしくもケミカルは動くんだと。もう言葉は忘れてるけどさ。社長プリムスいいだろ。あれ違うんかい。そうプリムス。これまだ来てないけどさ、うん、これ、うん、俺ピックアップトラックほらちっちゃいけど、うん、何分の何ですか。お32分の1。あミニカミニカ超ミニカ超ミニカだけどほら一応ピックアップでしょ、うん、ねえ一発でしょ、うん、ちゃんとね、うんどうなんだか分かんないけどさ。フォードの F100 シリーズと一緒かな。知らねえそんな難しいこと言われても。でもあこれはあれだと思ずっと2年ぐらいさ、うん、パソコンの中に残ってたん。あ本当まださあれそれが残ってたからさ あいやなけなしの金はたいていやいいすなけなしの金はたいて誰かさんに買っちゃべえと思ってた。天下の胸に気になるようにおっしゃいます。これだから多分ね月曜日とか、うん、来週中ぐらいには届くと思うんだ、うん、あそうですか。うん32分の1ミニカお雪積もってこれねえかな。いやもしかすると来ないでしょ。ほかねだからさ今度これ12月の末持ってこようかなと思ってさ色はちょっといい社長さこれこれこれその社長やめてくれる安倍さんでいいよ係長係長これこれこれ狙いじゃねえ違う。まあプリブスはね、うん、スバル
たりがないと作れねえ。あ、そうなん、うん、あ、キリンね、この形。いやいや、これは俺が最初に作ろうと思ったらそれだから。あ、そうなん、キリンねえことねえよ。俺はプリマス作りたかったというの。自分はプリマスとか一生懸命言ってたじゃん。本当はそれ作りてえよ。あ、そうなん。いや、気になかったら俺自分の机の上かかってこうかな。いやいや、俺のとこに今度プリマスや。泣いちゃう、かわいそう、かわいそう、素人がこんな持ってたって。そうそう、何の役にも立たない。何の役にも立たない。あ、そう、そうか。俺この形はさ、いいなと思ってさ、見てた。どう？あ、一発だと思って。それはね、うん、もう1930年代だから。そう原点だよ。そう、1939年とか。そうそうそう、なんだっけ、クライスラーの。そうそう、うん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 、クライスラー。うん、だからさ、あ、いいなと思ってさ、実物はどんなんかなと思って、蹴飛ばして歩くようなちっちゃいかなと思ってさ。いやいや、そういう風なの方が、スケールがちっちゃければちっちゃいほど作りが荒くないんですよ。コラフォードはフォードのさ感じはするけどさ、これはもうフォード。でもプリムスはなんかちょっとさ、フォードはね、独特なこのボンネットが一回ポンと飛んで、やっぱさ、なんかプリムスはさ、ちょっとかっこいいな、うん、ちょっとね、デザインが違うの。そうだね、軽トラやったらこっから出さないからね。そうだね、もうさ、でもフェンダーのね、うん、フェンダーつける時の流れが難しい、うん、逆に、はあ。社長、じゃあ29でもう一回来る。そうだよ、うん、だから一応全部整理終わって、うん、最後にタメ口式に来ようかなと思って。ああ、うん、もうタメ口は心の準備してるんだよ。ああ、サメさん塗ってねえだろってか、まず第一声。社長、サメさん塗装まではやろうねって言ったけど、サメさんはまだ塗ってねえよねってか。いや、これがね、塗装までいくかもしれんだよ。嘘だろ。どんどん。じゃあ、当然サメさんまで終わっちゃうってこと。うん、だから685のジムニーの人やろ、うん、あれをさ、あれジムニー自分のだろ、あの車。違う違う、いや、あれ客のよ。あ、そ、いやいや、客のはわかるけど、うん、俺の、うん、お客の、うん、クレープちゃんのだろ、うん、要は、うん、ここんちの、なんと農園のじゃねえんだろ。違う違う、あれだね、もう変な仕事でえで。あ、そう、仕事があるんだからいいかな。え、ちょっとね、うん、金質がちっちゃい。なに、仕事の金質がちっちゃいんかい。あ、仕事はいっぱいあって小さい金質がいっぱいか。張りがない。そんな贅沢言っていいんかいね。その金質の大きさが小さいの、大きいの、どんなくらい小さいんだかでかいんだか知らないけどさ、だって社長、昔からのことわざあるぜ、下切りスズメ、おばあさん、小さいあの金子がいいんでしょうか、大きなつづらがいいんでしょうかっていうのがあるよ、ね、間違っても大きいつづら開けたらダメだよ。社長も知っておる通りさ、うん、あの損して得取れっていうことわざがあるべ、うん、あら、嘘だよ。損したら損したまんまだわ。あ、そうかそうか、なんもなんないよ。そうか、損してくれは。そんなご経験をしてるわけ、うん、あ、損すれば得になるんだな。損すれば損だもん。あ、そう、うん、いや、世の中ね、そんな損得での感情で渡っちゃダメよ。とにかく損も得も なくてお仕事やんなきゃダメだよ。損したら損しっからよ。どこに得が出てくる。それ冗談の世界かい。いや、本気で言ったよ、お前。おっかい。じゃあその言った方の本人も損して損ばっかりしてんじゃね。なんか得取ったことがないよ。板金もうちょっと安くして紹介しますんで、そしたら得するでしょうって言ってた。お前この我が物差しで物言うなって。なんばこの自分の解釈で物を言うとか、この社長、あの
手作業で お銭を稼いでる人たちは得も損もないんですよ。病気をしないように体が動くように一生懸命ねお仕事やるんだね本業悪いけどね、あの鉄のトンカチ持ってねパカパカ引っ張られてる人がね金儲けるだ儲けないだ三代しか間違いのもとだよ樹脂ねステンレスパテベラで練ってるやつがね、フロントスポイラーが真っ二つに割れたとぶつかって言われてピッピッてつけてもらえよお前さって言うからだって簡単に言わなきゃあ握れねえかね。お前そんなに簡単に簡単に作るなら自分でつけれって俺が材料やるけいやダメだよ技術持ってる人が間違ってもそんなこと言っちゃう簡単にピピってつくでしょ俺が作れねえから奥田先生に頼んでるのに。そうよ、そういう言い方すりゃ可愛げもあるよだけどその通りによいしょよいしょよいしょやっちゃうと、うん、あのいらない金子まで金子をもう1枚2枚3枚重ねてこせって言われちゃうからビビビってつけば簡単だろうってそういうふうにタメ口で頼むんだからさそういう問題ないよそうかね女FLP でちょちょっと終わるでしょちょちょっと自分でできるべなんでお前のために俺がちょちょっとさでもそれはそういうことは言わないんだろそういうこそういう言葉遣いで言った言ったちょお前がそうしてみないんだよ言ったら元の子もお取引がなくなっちゃうねんかねこんな強気で大丈夫なんかやね長男社長の口調が映ってきようややめてくれるつまりお前にはやらねえそれは100個に 0.5 個ぐらいの話だから200個に1個ぐらいの話だからあ他の199とか99個はもう平身低頭だからあくまで本当かな本当だよ間違っても100に1つじゃなくて200に1個見積もりなんか電話かけてくるなって言ってるのは200に1個ぐらいだから100に1個あれば十分だよほっかね本当ねFRB の絵の字もわからんエポキシの絵の字もわからんくてさ雑誌見てね公爵が置いてるのが多いよ今あそうなん、うん、そうなんほんでエポキシもピンキであるでしょうんだけそんなに高いんですかって言うけうん割れば俺の高いぜ俺のは高いんだぜ俺のはね高いのと安いのと両方なんだよ、ね、お前らが見ようエポキシはお前脊柱あたりだよチューブに A 剤 B 剤入った5000円のやろお前ってそうだね俺のはお前そこら辺のエポキシと違うやんそうだね言ってるやつが違うんだよ、ね、じゃあどこで買うんですかなんでお前にそこまで言わないかんのそうだよね。どこで買うのかいけねえとか言わなきゃいけねえとか、あ間違って電話かけてきたやつだよ。いいよ。うん。高橋自動車で使った1518とかいうのをいくら探してもどこも売ってないんですよね。なんで俺に電話かけてた。いやだからいろいろ探しもあったんですけど、うん、1508どんぐりは売ってるっていうのはある程度いろいろ気づいたんですけど売るところもあるんですけど1518の高橋自動車なんで使ってたのはどこも売ってないんですよねあそう売ってないの分かればじゃあ高橋自動車買えやいいかな
伊藤じゃん俺特徴が。じゃあそこから買えばいい。あれですか、出かけてきたんですか安倍さんのところに。どうしたんですかって。どころさ、渡航士のところで使ったとい いうことを覚えてんだったら、渡航士のところから買いやいいかなって、そういうふうに言ってやったよっつって。まあ理にかなってるね。そうだろ、使ったとこ使ったっていうことを言うんだったらさ、そこから買いやいいじゃんね、うん、奥田さんのところで見たことあるっつんだったら、うん、じゃあ来るってから買いやいいかなっていうのが筋だよね。そうだよ。おったよ俺んとこにも。菊田さん使ってる681号ってどこ売ってるんですか。お前買えるもんなら買ってみて。そうだよ、電話できるもんなんて電話してみろって。そうだよね。だなんでですか。おっかねえぞあそこの。変わりもんだぞっつって。変わってるぞって。変わるぞって。大地こいつがね、二言目に言うたんが、奥田さんみたいに変わってますって。お前もけえれって。奥田さんみたいに変わってますって何かお前それ。口の聞き方知らないよね。奥田さんみたいに怖いんですかってなったら、奥田さんみたいに怖いんですか。奥田さんみたいに変わってますか。まあ、それどういう意味やと。俺変わってると思ってるんかよっつってね。まあ帰れよ。そうだよね。で言うことがいいよ。だって復帰して安いじゃないですか。安い。もう何を基準に高い安いっていうか。復帰しやすい。